なんとに、雨が降るは、フランスの楽曲。シャンソン歌手であるバルバラが1963年に作詞、作曲し、1964年に録音した楽曲である。1959年12月21日、バルバラは10年来音心の途絶えていた父親、ジャックセルフの死を知った。父親は、パリを離れ、なんとに移り住んでおり、死の南部に位置する。 サンジャック病院で脳腫瘍のため死去した。なんと最大の墓地、ミゼリコルド墓地での葬儀の翌日から、バルバラはなんとに雨が降るの作曲を開始。4年後の1963年11月5日、カプシーヌ劇場に出演する数時間前に曲が完成した。本作はアルバム、いつ帰ってくるのの最後に収録されている。なんとにある、 グランジオルー通りの看板グランジオルー通りという地名が父親の死の場所として歌詞に登場するが、この通りの名前は当時存在しない架空のものであった。楽曲の発表から約20年後の1986年3月22日、バルバラと俳優のジェラールド・パルデューの立ち会いのもと、グランジオルー通りの開通式が行われた。通りはサンジョゼフ・ド・ポルトリー地区に位置しており、 バルバラの父親ジャックセルフが亡くなったボジョアール地区のすぐ近くである。さらに、それから14年後の2000年12月9日、グランジョール通りの近くにバルバラ通りが開通した。通りは歌手の彫像とフレスコ画で彩られている。なんとにあるバルバラ通りの看板プロアマチュア問わず、多くのものが本作をカバーしている。最もバルバラのスタイルに近いピアノ弾き語りでは、 マリー・ポール・ベルによる2001年9月11日発表のアルバムシャントゥー・バーバラの録音が知られている。ジャスラックにおいては2018年現在、外国作品、出展、PJ、作品コード 0N0 から0078から5ンツとして登録。計9名の歌手がアーティストとされており、バルバラの他に日本人歌手では加藤時子、杉田まり、 若林恵子、クミコラが登録されている。出版社は、エディションズメトラパリテインズ301。日本でのサブ出版は、ヒオンシンク事業部が保有している。エル・オピータール、セイント、チャック、エイテル、スール、グランド、オピータール、ナンタイズ、アイル、エポック、プウィースクエル、ホテル、デューク、ヤベエ、ティエデ、デマリー、パール、レ、ボンバード、モンツで1943。 エイテイ EN クールデリコンストラクションイネセラライミス EN サービスチャ EN1964 音楽出版社が全世界の地域について単独でその活動を行うことは難しいことから特定地域の出版社とその地域についての利用開発やプロモーションを任せる契約を結ぶことがあるこの場合作詞者作曲者から直接権利を取得した音楽出版社は OP と呼称し、OP と契約を結び特定地域についての活動を任せられた音楽出版社は SP と呼称する。ABCD レナンタイズ、ステファンプジページ 104AB、マダム、ツワイ AU ランデブー、25リュデラグレインジ AU ルップ、グロクデフランソワ・フォレント、プティ・イストワールデラ・チャンソンラント。 アーティクルデプレスセオーシャン、10のバンブラ2007、レノムズデリュレプラスインスライツでなんと、アーティクルデエール、エクスプレス1二2 6フェーブルリ2009ある、バーバラーなんと、ABC ジャスラック作品データベース、検索サービス J ウィット検索結果。ありがとうございます。